ホームズ？いや、そういえば今日はまだ顔を見ていないね。何も言わずにどこかへ行くのは珍しくないけど、どうかしたのかい？伝言があるなら私が聞いておこうか。ミスター・シゲルソン？いいえ、見てないわ。昨日は顔を合わせたけれど。ん？何？ああ、ごめんなさいね。わかりにくいわよね。シゲルソンっていうのは、シャーロック・ホームズの名前の一つ、みたいなものよ。彼、変装したり偽名を使ったりするの。ああ、ホームズならついさっきここで会ったぞ。俺が話しかけたら妙なことを口走っていたが、ま、賢者やドルイドが妙なことをブツブツ言うのは時を経てもまるで変わらんというわけか。連中、俺たちよりよほど分かりづらいな。はい？何言っとる？ミスター・ホームズね。どこかで会ったような気がするわ。確かつい宣告、このシミュレーターを動かす少し前。ところでまた迷っちゃったんだけど、どうしよう。マスター、いや、残念だけど僕にも行方はわからないな。ごめんよマスター。どうかな、何か知っているかい、ミスター・アンデルセン、ミスター・シェイクスピア。知らん。探偵者も悪くはないが、あれを取材する気にはならん。ま、あれのパスティッシュを書くというのなら別だがな。ふう、我が輩は常日頃より大いに興味を惹かれますかね。ですが残念なことに本日は彼とお会いしておりません。普段は管制室におられるのか。我が輩はそのように記憶しておりますが。道理ですな。いや、お前もう会っているだろ、あれに。ホームズさんですか？はい、つい今しがたお会いしました。場所は管制室ですね。普段と同じように。ふむふむ、やっとここに戻ってきてくれたか。思ったよりも時間がかかったね。そうとも。私だ。何を隠そう、この私こそシャーロック・ホームズ。おっと、ありがたくいただこう。ではこちらが私からのお返しだ。私についての完全な記録とは言い切れないが、まごうことなき名著ではある。記念に持っておきたまえ。そう、かの火色の研究さ、無論初版本だ。保存状態には万全の注意を払うべきものだ。ミス・キリエ・ライトならそのあたりの知識もあるはずさ。さあ行きたまえ。今日はあれこれと忙しい日なのだろう。無駄に歩き回らせてしまって悪かったね。